はい、皆さん、こんにちは。DZH フィナンシャルリサーチの和田です。ただいま12月4日月曜日ですね、午後の1時54分ぐらいになりますけれども、SBI FX ニュース始めていきたいと思います。ドル円ですけれども、先週末からですね、大幅なドル円下落という形となりました。パウエル議長の発言を受けまして、一旦は買い戻しが入ったんですけれども、結局のところアメリカの金利が急激な低下という形となりますと、ドル円もそれにつれる形ですね、安値を更新していくという形となっています。一時146円の66銭まで先週末は売り込まれるという形になりました。そして今日の東京市場なんですが、今日も朝方からちょっとですね、仕掛け的な売りが入りまして、安値を更新して、安値をですね、下値を抜けてきたわけですけれども、結局午後になりますと買い戻しの動きになりまして、東京だけ見ますとですね、非常に底堅いといいますか、方向感ない動きがついているという形となっています。そこら辺詳しくですね、見ていきたいなと思います。はい、こちら見てもらってますだろうか。先週末からの一日としてのですね、ドル円の5分チャートです。先週末は12月1日月初ということもありましたけれども、ですね、東京時間は輸出の売りが目立ちました。一時147の61まで下落。その後はですね、今度は若干買い戻しが入りますと、148円台を回復するという形となりまして、ショートカバー中心にですね、買い戻しが進みました。一時148円の32まで上昇ですね。その後、欧州材入ってきますと、147の今度は69まで下押す場面があったんですが、下押しも限定的に終わりますと、アメリカの長期金利10年債利回りで昨日は 4.3475% まで先週末ですね、また上昇するにつれまして、ドル円も148円の35と、ニューヨーク時間入りがけのところですね、1日通しての高値を更新するという形となりました。ただ、こちら見てください。その後は一気に売り込まれるという形となっています。12ちょうどに出ましたのが11月のアメリカの ISM 製造業景気指数ですね、こちらがかなり重要視されてましたけれども、47.4 予想のところが 46.7 にとどまりました。こちらを受けまして、ストーンと売り込まれます。一時147の34の安値まで値を下げました。そして、その後ですね、1時間後、1時から始まりましたパウエル FRB 議長の講演なんですけれども、この講演でパウエル議長、金融緩和の時期を推測するのは時期尚早であると、そして適切と判断すれば、さらに政策を引き締める用意があるといったようなですね、発言を繰り返しまして、このところですね、マーケットがウォーラー FRB 理事の発言をきっかけに、利下げ観測がかなり高まってきている中で、それを否定するようなですね、牽制するような発言となったわけですので、一旦は7円の3、4まで売り込まれたドル円ですけれども、7の84まで買い戻しが進むという形になったんですが、買い戻しもかなり限定的に終わっています。その後ですね、講演が続く中で、パウエル議長、今度はですね、来年はアメリカの消費や生産が減速してくると、こういった見通しを示したほか、あとはこれ一番大きかったと言われてますけれども、今の政策金利というのは、景気抑制的な領域に深く入っていると。こういったですね、見通しを示したわけですね。ですから、もう金利は抑制的な金利に深く入っているので、引き上げる必要はないといったようなですね、見方なわけですけれども、こちらを受けまして、マーケット、またですね、さらに利下げ観測が強まるという形となります。CME が出しますですね、市場の織り込み確率ということが出てますけれども、FF 金利がなんと3月から利下げをですね、する観測が 70% を超えるまでですね、急速に織り込まれるような金利の低下となりました。こちらを受けまして、ドル円も146円の66まで大幅に売り込まれるという形となったわけです。アメリカの10年債利回り 4.3475% から一気に 4.1956% と、なんと15ベースを超えるですね、急低下となりました。こちらを受けましての6円の66までの下落。その後は引けにかけまして6円の91まで買い戻しが入って先週末の取引を終えるという形となったわけです。そして今日の東京市場を見てください。こちらです。今日は朝方早朝、週明け早朝からですね、米系短期勢の売り仕掛けが入りますと、先週末安値の6円の66を下抜けると、まとまった規模のストップロスですね、こちらをつける形で一気に売り込まれたんですけれども、146円の23でですね、下値を止められました。結局、その後はですね、アメリカの長期金利が今日はアジア時間から今5ベースを超える大幅な上昇になっています。4.25% まで今上昇しているんですけれども、15ベース低下の後の5ベース上昇ですから、先週末のですね、下落幅から比べればポジション調整ということであるんですが、そうは言いましても5ベースの上昇、そしてですね、実需税、本邦実需の買いもですね、やはり断続的に観測される中で、6円の23まで売り込まれたドル円なんですが、朝方の早朝長の高値の6円の79を上抜けまして、先ほど146円の83と今日の高値をつけるとこんな形となっているわけです。結局のところ下値をトライしたんですけれども、結局抜けきれなかったというところ、結局買い戻しが入っていってこいのようなですね、状況となっています。そしてこの5分チャートの方からですね、戻りの目処を見ることができます。先週末の入浴時間ではですね、6円の66からの買い戻しが6円の91だったですね。こちらがとりあえず今日の上値の目処になってくるんですけども、ここを抜けてきますと、パウエル議長の発言を受けて一旦買い戻しが入ったここの戻り高値147の84ですね。こういったところが上値の目処になってくるということが分かります。こちらを日足のチャートでも確認しましょう。ドル円ですけれども、日足に関しましては先週末、一目の雲を下抜けてきてしまっていると、こんな状況ですので、やはり、日足のチャートから言えばまだ下サイドに、ですね、圧力が強いということになっているわけですけれども、直近で見ますと一旦下値を確認した後戻りを、試していると、こんな状況ですね。そういった意味では一目の雲の加減のところですね、今日の雲の加減が7円の62に来ています。ですから先ほど5分チャートで確認しましたニューヨーク時間の安値の66からの戻り高値の6円の91や、あとは一目雲のここを抜けてくるとですね、一目雲の下限の7円の62、そしてパウエル議長の発言を受けて一旦買われたところの戻り高値の7円の84といったあたりですね、こちらが当然のように今日の戻りのめどということになってきそうです。はい、それではユーロドルの方も確認しましょう。ユーロの5分チャートがこちらです。ユーロはですね、パッと見てもらうと分かりますように、アメリカの金利があれだけですね、15ベースというような急低下したにもかかわらず、ユーロドルはですね、結構売り込まれてしまっているんですね。非常に頭の重い展開となりました。1.0913 の高値から欧州時間入りまして、ユーロポンドですとか、ユーロオージー、ユーロ円、ユーロクロスすべての売りがですね、強まるという形になっています。ビルラ・フランス中銀総裁がですね、講演の中で、現時点ではないけれども、来年2024年は利下げを検討する可能性があるといった発言が見られています。そして何らかの衝撃が起きない限り、利上げはもはや完了したと、もうこういったですね、かなりハト派的な発言が見られる中で、ユーロ売りが目立ったというところですね。一時 1.0829 まで売り込まれました。ただ、アメリカの長期金利が大幅な低下に見舞われる中で、ユーロドルも 1.0893 まで買い戻しが入って、ニューヨーク市場を引けるという形です。今日の東京市場を見てください。かなりですね、狭いレンジのもみ合いです。1.08 を挟んだ展開。1.08 の95ですね。1.08 の80を挟んだ展開ですね。1.08 の95が高値、安値が 1.08 の67が安値という形になっていまして、ポジション調整の域を出ていないということになっています。こちらも日足のチャートで確認します。ユーロに関しましてはですね、アメリカの金利の急低下にもかかわらず、かなり頭の重い展開という形となっていますので、ちょっとですね、やはりユーロに関しては一旦買いすぎてしまって、ちょっとですね、この 1.10 台のところ、ロングでですね、まだポジション調整残ってしまっていると、こんな状況だと思います。11月の29日の戻り高値、1.1017 を戻り高値としまして、ずっとポジション調整の売りになってきてしまっているというところ、先週末も 1.0829 まで大きく値を下げたんですが、非常に重要なところですね、今、サポートのところに来ています。なぜかと言いますと、こちらです。11月17日の安値 1.0825、そしてなんと言いましても、200日平均線が 1.0820 にあるんですね。ここを抜けてきますと、ちょっと大きめのポジション調整入る可能性もあるというところで、少しですね、ドル円よりはユーロの方がですね、マーケットでは意識されているという形となりそうです。はい、それではこの後予定されています主な経済指標を確認していきましょう。はい、こちら見てもらってますが、今日予定されています主な経済指標です。今日はかなり少ないですね。4時半が11月のスイスの CPI、そして5時45分がデギンドス ECB 副総裁の講演、そして8時半がディングラ AMPC の講演、11時がラガルド ECB 総裁の講演と続きます。そしてニューヨーク市場入りますと、24時が10月アメリカの製造業新規受注、これのみという形になってますね。やはりですね、週明けからですね、アメリカの金利動向がかなり動いてきているわけですので、やはりこういったところ、海外市場に入って、その動向に注目が集まるというところでしょう。日経平均も今、200円安となっています。円高の影響もありまして、少しですね、株価の方が意識されたと言われてますけれども、一時、寄り付きから410円近い大幅な下落となりました。その後は一旦買い戻し動きになりまして、5番は値動きですね、あまり鈍ってますけれど、今のところ200円安あたりまでですね、少し値を戻してきているというところでしょう。今ドル円もショートカバーまだついています。今146円の86までですね、買い戻しが進んでいます。先ほどお話ししましたように、入浴時間安値から戻り高値91あたりを抜けることができるのかどうか。そうなりますとまた7円台のですね、ところでまたトライする動きになるかもしれませんけれども、やはり金利動向ですね、非常にこの後注目が集まるということになりそうです。それでは今日の解説をお願いいたします。